えとあのアメリカのデータによると5歳、11歳はワクチン副反応ほとんどないらしいんですよね。で、心筋症になったみたいな話もないっぽいので、うん、あの、まあ、その容量が大人より少ないっていうのの結果っぽいんですけど、なので実は副反応そんなにないよねっていうのがあって、で、子供もあの、川崎病にいたようなあのコロナの症状だったりとか、あの、ロングコビットって言われるそのコロナの後遺症だったり、子供でもなったりするらしいので、 なので、あの、副反応もそんなにないんだったら受けといた方がいいんじゃないかなと、今のところのデータを見ていると思います。ただ、あくまでアメリカのデータって、そのアジア人打ったデータではないので、もし気になるのであれば、あの、他の国でアジア系の人が、もうちょっといっぱい打ってからのデータを見てからでもいいかもしれないですけど、割と今のところ、そんなになんか変な話は来てないので、まあ、打った方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。えっと、その、自分が何をしたいのかっていうのによると思うんですけど、 あの、技術レベルは別に自分自身でも高くすることはできますよ。で、あの、25歳で35万もらってるんだったら、まあそんなに悪くないと思うので、社長がどうやって稼いでるかっていうのをちゃんと確認して、同じようなことを自分ができるようにすると、割ともっと、そういうの大企業とかよりも金稼げるようになったりするので、なので、要は4人の会社っていうことは頑張れば自分でもできるよねって話だと思うので、その経理とかも含めて、会社ってどうやって運営するのかっていうのを全体を、 ちゃんと把握ようにしとくようにすると、まあ、独立して自分で会社をやるときには糧になるんじゃないかなと思います家族と仲がいいというのが重要で別にあの学校教育ってその子どもの環境の中でいくと1日の6時間分でしかないですよ、ね、でもそのじゃあ周りにそのなんかあの親戚とか家族とかがいてで仲良く暮らしていてでなので割とそのなんかあの人生って楽しいよねって思えた方が割と人間って長期的には幸せになるんですよ なのでなんか下手になんかあの家族がなんかギスギスして仲が悪くてでなんかあの勉強頑張れっていうところにいられてで勉強の成績はいいけどなんかあの言われたことやってるだけど別にこれ楽しいと思ってやってるわけじゃないよねっていう人は社会に出ても別になんか人がなんか人との関わりで幸せを感じられませんみたいになっちゃったりとかもあったりするのでなのであの一概にそのなんかあの 海外とか、そうなんか、勉強の成績を良くするっていうのをやるのよりも、どうやった方が人を幸せになれるかっていうのをちゃんと教えたほうが、長期的にはいいんじゃないかなと思いますけどね。それぞれあの大事だと思うものが違うので、そのヤフー知恵遅れで聞いて満足する人もいれば、なんかそのユーチューバーにあの答えを聞いて、あそうなんだって思う人もいると思うので、あのお金の使い方はその人次第なので、別にあの、ぶっちゃけで言うと、あのスパチャしてるやつ、全員頭悪いと思ってます。<laughs> だって、あの、酒飲んでる40代のおっさんに金払って聞いても、大したこと聞けないですよ。で、大体のことは、ググれば答えはあります。で、あの、僕しか知らないことというのはほぼありません。なので、本当に知りたいことがあったら、例えばじゃあ、神奈川県でどんないい学校があるかだったら、調べるし、資料も資料請求すれば全部もらえるし、見学も行けば手に入るじゃないですか。だから、その、僕よりも、その、情報って調べようと思えば、いくらでも調べられるんですよ。 なので基本的には、その、YouTuber に金払わないと手に入らないような情報ってほぼないと思うんですよ。なので、あの、基本的にはスパチャってやるだけお金の無駄だと思います。はい。